皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はとある民間小型衛星について解説していきます。民間の衛星なのか？そうよ、キャノン電子という会社が開発製造した衛星ね。キャノン電子って衛星も作ってるのか？最近では2020年7月5日に打ち上げられたから、そのロケットについても解説していくね。あんまりだらだら解説するとキャノン電子さんに衛星をぶつけられるから、手短にスパッと頼むぜ。期待には応えられないわ。2020年7月5日にキャノン電子が開発した衛星が、ニュージーランドのマヒア半島からアメリカの民間ロケット会社であるロケットラボ社のエレクトロンロケットで打ち上げられたんだけど、打ち上げからおよそ4分後、高度180キロを超えたあたりから第2段エンジンに異常が起きてね。結局予定の軌道に到達できず、衛星を切り離す前にロケットごと失われたわ。あらま、失敗しちゃったのか。キャノン電子にとって初めての衛星なのに災難だったな。何言ってんの？え？キャノン電子にとって2機目の衛星打ち上げよ。マジか、知らなかったな。これを見て。なんだ？これはキャノン電子の衛星などを乗せたエレクトロンロケット13号機の打ち上げね。ぐんぐん上昇していってるな。でもここで速度が上がらなくなって、高度だけ上がってるわ。なんでこうなるんだ？ロケットの推力がなくなって惰性で進んでるのよ。そういうことか。そして今度は速度が上がって高度が落ちているわ。これは地球に向けて落ちているから速度が上がっているってことね。残念な瞬間だな。キャノン電子はね、1999年からカメラなどで磨いた精密機器や光学機器の技術を活かして小型の観測衛星を開発して、衛星の商用販売や撮影画像の販売をする計画をスタートして、そのための資金を貯めつつ人材の育成や発掘などを行ってきたわ。カメラメーカーとしての強みを活かすわけか。キャノン電子が最初に開発した衛星は CESAT-1 という重量50キロクラスの小型衛星でね、東京大学と日本の民間衛星開発会社のアクセルスペースが開発した小型地球観測衛星ほどよし1号をベースに、合計40センチの反射式望遠鏡と EOS-5D Mk3 というカメラを組み合わせて、高度およそ500キロのところから地上6キロ ×4 キロの範囲を 5760×3840 というピクセルサイズで撮影することができるわ。ちょっとよくわからないんだけど、どんな撮影画像になるんだ？これを見て。なんだ？これはキャノンの小型衛星 CESAT-1 が撮影した東京の品川からお台場にかけての画像ね。すごく綺麗に撮れるんだな。車の存在が確認できるから、分解能は1メートルってところかな。そうなんだな。分解能が30センチくらいになると人間の存在が確認できるようになるわ。すごい時代になってるんだな。ちなみにね、こういう光学撮影をする衛星って撮影する時間がだいたい決まっててね。撮影1時間で午前6時から12時の6時間ね。特に午前10時から11時の1時間が多いね。なんか理由があるのか？なんだと思う？その時間が一番明るいとか？半分正解ってとこかな。あとの半分は？正解は CM の後。正解は午後になると大気が温まって水蒸気でもやってくるからよ。ああ、綺麗な画像を撮影できなくなるのか。そういうことね。ちなみにシンガポールの TEレオス-1 のようにカラーじゃなく白黒モードだけで撮影する衛星は午前0時に撮影することもあるし、
韓国のアリラン5号のようなレーダー撮影ができる衛星は、もや雲の影響を受けないから時間に縛られないわ。そうなんだな。ちなみに、日本の情報収集衛星はいつ撮影してるんだ？そんな衛星知らないわ。いやいや、日本から派手に打ち上げてるじゃないか。さあ、記憶にないわ。宇宙キモオタが知らないはずないだろ。人には知らなくてもいいことだってあるのよ。そういうことか。話を戻すけど、キャノンの CESAT-1 をインドの PSLV-XL というロケットに乗せて、2017年6月23日に打ち上げられて所定の軌道に投入されたわ。インドのロケットで打ち上げられたのか、意外だったな。この衛星はまだ稼働していてね。最近ではネオワイズ彗星を撮影しているわ。これは綺麗だな。私も早く見てみたいねー。まだ見てないのかよ。ぼーっとしてたら遠くに行っちゃうぜ。だって宇宙キモオタのくせに結局見れませんでしたぜ。かっこ悪すぎだろ。雲の上に登ればいいんだけどねー。富士山とかか。誰か頂上まで運んでくれないかなー。はぁ、自分で登れよ。私は登山家じゃないのよ。撮影機材を担いで3000メートルクラスなんて無理無理。マイヘリコプターをお持ちの方、ご連絡お待ちしております。そんな石油オイルのかな。話が脱線しちゃったけど、キャノン電子はこの成功をもとに次の衛星の研究開発を進めて、量産モデルとなる CESAT-1B を開発したわ。どんな衛星なんだ。前のモデルであった CESAT-1 は 50×50×70cm 重量 50kg クラスというサイズだったけど、新型である CESAT-1B は 50×50×85cm の重量 67kg になったわ。ちょっと大きくなって重くなったんだな。撮影性能は撮影可能範囲地上 5kg×3kg で、分解能は1メートルから向上して90センチになったわ。撮影範囲が狭くなって分解能が上がったってことは、ちょっと望遠寄りになったってことか。そういうことね。搭載しているカメラは変わらず EOS5D Mark III で、望遠鏡も大きな変更点はないらしいわ。こうやって少しずつ性能が上がっていくんだな。だけど冒頭で言ったように打ち上げに失敗したわ。本当に残念だったな。私はてっきり打ち上げに成功するものだと思ってたわ。そう思う何かがあるのか。ロケットラボ社のエレクトロンロケットはね、過去12回の打ち上げのうち失敗したのは初号機だけなんだよね。その高い成功率からキャノン電子の衛星などを乗せた13号機も成功すると思ってたわ。そうだったんだな。今知ったんだけど、キャノン電子はなんで日本のロケットで打ち上げないんだ。それは打ち上げ費用が高いからよ。そうなのか。 CESAT-1 を打ち上げたインドの PSLV-XL ロケットは、1回の打ち上げ費用がだいたい1600万ドルから1700万ドルくらいと言われているわ。日本円にすると17億円から18億円くらいか。それにこの時の打ち上げは24機の小型衛星が搭載されていたからね。打ち上げ費用も24等分ってことか。そうね、大きさや重量で負担割合も違うけど、それだけ安く打ち上げられるってことね。もし日本の H2A ロケットで打ち上げようとしたら、安い場合でも一発85億円くらいするから。もし衛星1機あたり1億円で打ち上げようとすると、85機の小型衛星を搭載しないといけないわ。でもそれはほとんど不可能なのね。なんでだ。もし H2A ロケットが85機の衛星を搭載できる性能があったとしても、希望する打ち上げ日時が揃った衛星を集めるのは大変なことだし、ロケットは一直線に飛んで衛星を分離していくから、希望する投入軌道も揃えないといけないのね。だから85機の衛星を搭載して飛ばすのは不可能ってことで、衛星1機あたりの打ち上げ費用が高くなるわ。そもそもなんでインドのロケットより高いんだ。ロケットの打ち上げ費用は研究開発から製造、打ち上げに至るまでたくさんの会社と人が関わってるから、その国の経済規模によるところも大きいのね。コストそのものが高いのか。だからアメリカのロケットラボ社がニュージーランドでロケットを製造して打ち上げてる一つの要因でもあるわ。でもスペース X 社とかアメリカから打ち上げてるぜ。スペース X もそうだし、インドや中国もそうなんだけど、開発費用が国家負担だったり、打ち上げ費用の一部が国家助成だったりして、衛星所有者が支払う打ち上げ費用が安く抑えられているわ。まあ支払いは安い方がいいよな。今、商用打ち上げのシェアナンバーワンは、再打ち上げが無料などという保険付きで大きくシェアを伸ばしたヨーロッパのアリアンロケットなんだけど、スペース X 社がアリアンロケットの半分以下の値段で打ち上げることができたから、ヨーロッパは予断を許さない状況になっているね。まあ、その辺のお話はまた今度にするわ。
そうだな。キャノン電子は CESAT-1B の失敗で衛星を失ってしまったけど、新しい衛星を開発中でね。EOS M100 やパワーショット G9X Mark II を搭載した CESAT-2 という衛星だったり、さらに小型化した CESAT-3 という衛星も開発中ね。なかなか夢のある話だな。それだけ小型衛星や撮影画像の需要ってのが大きいのよ。なるほどな、キャノン電子にはこれからも頑張ってほしいな。そうね、私も引き続きキャノン電子の衛星を紹介していくので、EOS R5 をください。だから乞食をするのはやめろって。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。